温泉街が発達しとしかした別府温泉の中心市街泉と泉とは大分県別府市で流通している地域通貨である別府市の地域再生計画地域通貨を活用した街づくり活動と温泉健康ライフの促進により発行総務省の地域通貨システムモデル事業に選定され当初住民基本台帳カードを利用した地域通貨としてスタートしたが 2010年4月に上野、紙の泉都県のみの運用に移行。名称は、湯の町、別府を意味する、泉都に、通貨の補助単位である銭湯をかけたもの。別府市にはこの他に、湯地という地域通貨があり、一つの地域に二つの地域通貨が存在する。別府市民向けの住民基本台帳カードの他に、市民以外、または15歳未満のための一般カードが用意されており、 この2種類の IC カードで管理されている専用端末を用意できない施設のために紙幣版の1 0 0セント券もを発行。また、カードの発行時に公的個人認証を受ければインターネット経由で残高紹介や口座間の移動が行える。なお、一般カードや泉都圏、各種パンフレットには温泉卵を模した健康づくりキャラクター、温玉が記載されている。 公園や海浜などの清掃活動、防犯、防災パトロール、スポーツ大会の運営ボランティア、温泉散策などのイベントに参加することで入手できる。市営温泉や、体育施設の利用、大分トリニータや大分ヒートデビルズの試合チケットに、対する割引、音箔への参加、映画化や飲食店などでの利用が可能。また、温泉本や温泉タオル、ガラス細工や竹炭、 メジロン、グッズなどに交換することもできる。同市の別の地域通貨、ユジや、熊本県阿蘇市の地域通貨、グラスとの相互利用が可能である。交換レートは、1、ユジイコール100セントイコール100グラス。2003年4月、別府市では竹川ら温泉周辺の町づくり活動の中で、油や熊八の肖像を印刷した、紙幣形式のユジが誕生した。このユジは、 現在も社会貢献活動や地域の資源に立脚した地域通貨として、あちち中央銀行から発行されており、別府八遊和億参加者に配布されて、地域の共同温泉を支え、近代化産業遺産の竹川原工事アーケードの保存活動などにも役立てられたり、また、シャレを聞かせたプロモーションなどで全国的にも注目されている。有事によって、 地域通貨への理解も進んでいた中、カード形式の泉との実証実験が開始された。ありがとうございます。